はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。今日は毎日メイクっていうのをやっていこうと思うんですけども、結構ね同じ風にメイクしてるつもりだったけど、気づいたら結構コスメが変わってたりしたので、その最新の私が使ってるコスメっていうので毎日メイクを今日は行っていこうと思います。結構髪伸びたでしょ、前ショートだったのに今ちょっとボブっぽくしてるんですけど、でもどうしてもここがまだ軽くてここピョンピョン跳ねちゃう感じですはい、そんなどうでもいい情報でした。 あともし TikTok やってる人いらっしゃいますかね。 TikTok やってたら私の ID ゆかチャンネルなのでチェックしてみてください。結構ハマっておりますはい、それでは早速見ていきましょう。いきなりすっぴんですみません、カメラのね電池が切れちゃっていきなり切り替わっちゃったんですけど、早速いきます。ドクタージャルトのサンブロックを使っていきます。これをね結構たっぷりめに顔に塗っていきます。結構ねチェジュ島の紫外線がすごく強くって、日焼け止めっていうのは塗れば塗るだけ効果があるっていう話を聞いたことがあるので、結構たっぷりめに塗ってます。ただこの日焼け止めはこうたっぷり塗ってもよれたりあんまりしないっていうのかな、結構その後のステップがピタッとこうはまってくれる感じで気に入ってます。次に T ゾーンとか気になる部分に塗っていくのはこの MAC のプライマーなんですけど、これもね夏の時期に皮脂分泌が激しい時期に使ってあげるとお化粧崩れが防げます。次に使っていくのはこのファントのシカソリューションっていう新しく出たクッションファンデなんですけど、これも結構皮脂分泌が激しい時期にすごいぴったりだなって思うのは、まあ、成分的にもシカリオっていう成分が入ってて、こう鎮静効果があるっていうのが、私は夏の時期にね特にトラブルができやすいのですごいありがたいクッションファンデなのと、あと結構こう密着、肌に密着してくれるテキスチャーがすごく印象深かったなって感じがします。重すぎないけどカバー力は結構しっかりめにあるっていうのもポイント高かったです。これを顔全体に塗ってあげたら、次に使っていくのはファシオのアイブロウ、まあ、リキッドとパウダーが一緒になったタイプなんですけど、最初にリキッドタイプでちょっと眉毛の外側のラインを描いたりだとか間を埋めていって、事前にパウダーでぼかしていくっていう感じです。そしたら眉マスカラはいつものケイトのものを使っていきます。なかなかねこれすごいいいので卒業できずにいます。次にチークはバントから出てる、リップ&チークパレットなんですけど、この右上のお色を使っていきます。結構ほんのりなんだろうな、ちょっとオレンジがかったピンクかな、赤っぽいピンクっていう感じですかね。これを今日はちょっと全体に広めに塗っていきます。そしたらハイライターはいつも結構ね動画で登場しているこのイニスフリーのものを指で頬骨のところとか、あと鼻筋のところ、そして目頭の横のあたりにつけていきます。この目頭の横につけるのがね結構ポイントです。アイシャドウはというとカラーグラムの2番のミルクティーラテっていう色を使っていきます。今日はねブラシでサササッと全体に塗っていくんですけど、今日使うアイシャドウっていうのはこのお色のワンカラーのみになります。なのでちょっと奥行きが見えるように全体にまんべんなく塗って、下にも塗っていきます。アイライナーはこの Too Cool for School のグラムロックマキシライナーを使っていくんですけど、最初にペンシルでちょっと点線を描くように目のところを埋めたら、目尻の部分をリキッドアイライナーで自然に描いていくイメージで描いてみました。ビューラーはいつもの資生堂のものを使って上下ともに上げていきます。マスカラはというと、これも新しいかな、エチュードハウスのデュアルワイドアイマスカラっていうのを使って上下塗っていくんですけども、上のまつげにはこの黒の大きい方
のマスカラを塗っていって、下まつげは反対側の小さいブラシがついているブラウンのマスカラを使って下まつげを塗っていきます。そしたらラストリップは、先ほどチークに使ったパレットを使用してリップも仕上げていきます。最初にチークと同じカラーを選択してベースを作ったら、左上のちょっと濃いカラーで真ん中を中心に塗ってまんべんなくぼかしたら完成です。はい、今日も楽しんでいただけたでしょうか。今日も毎日メイクっていう形でメイク動画作ってみたんですけども、結構商品がもう変わってたりするので、まあ最近の毎日メイクっていうのはこんな感じでやってます。結構シンプルに、そうだね、アイメイクもこういろんなカラー使わないでワンカラーでやってみたりとか、結構チークを広めにこうつけてみたりだとかっていう風にっていうのにハマってます。ここのね、目頭にハイライト入れてみたりだとかっていう感じかな。で、夏向けの結構こうポソンポソンサラサラな商品とか結構使ってるし、そういう部分意識してる感じです。皆さんの夏のおすすめコスメとかあったらコメント欄で教えてください。はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。パコプープのサイトもよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。